一緒にゲットありがとう。ワープルこの前全身麻酔で腰を手術した座員です。麻酔に乾杯。何も覚えてません。最終的に何も覚えてなかったか。最後のね記憶をねぜひ覚えてほしかったけど、ダメだね多分。もう意識確認の時には全部何になってたんだろうな。ポルカは一回抗ってみたことがあったけど本当に覚えてないからな。記憶全ロス。いや本当にどこまで覚えてたかってね、わかんないよねマジで。麻酔に勝ったらいけないから、まあそうなんだよね。普通に受けろよっていう感じ、全身麻酔を。そもそも全身麻酔って確か当日にすでにぼんやりする何かを飲まされるから怖いよな、それだけ言われると。でその全身麻酔の液体が冷たいから、はい冷たいですよーして、はーい終わり。大体はこれ、大体こんな感じで、ポルカが、ポルカは唯一その後の記憶を持ってる持ち主で、前も言ったかもしんないけど、大丈夫ですか？おまるさん、まだ、まだ、おまるさん、どんな感じですか？って言われて、あ、すごい、あなたの顔めっちゃ濃い顔ですね。って言って、そこでなんかみんなの笑い声が聞こえてから寝た。おまるさんどうですか？っつって。気持ち悪くないですかって言われて、覗かれた時にすごい掘り深かったから褒めてた。掘りが深いテルマエロマエみたいな感じ、うん、安倍さんみたいな感じの顔立ちしてたから、すごい濃い顔ですねって褒め言葉の意味だったんだけど、ちょっと出てこなかった言葉が。全然マジでなんでそんなこと言ったのかも覚えてないし、この記憶だけある。うん、でも別に多分あの人も思い出せば濃い顔ではなかったのかもしれないと思うと、もう全てがやっぱり麻酔によって麻痺してるんだよね。うん。いや恐ろしいよ。できることならもう二度と受けたくないね。もう受けたくない、ああいうのはもう嫌よ。